鉄道作業局169原型鉄道作業局505-3920型は、かつて日本国有鉄道の前身である鉄道作業局に在籍したラックレールを使用するアップ都式蒸気機関車である。66.7パーミルという急行配を克服するため、ラック式鉄道のうちアップ都式を採用した新越線横川軽井沢間に投入されたドイツエスリンゲン。 車製の AD 型に続き、その増備改良型として、イギリスのベイヤーピーコック車から輸入されたのが、本形式である。1895年に2両が製造され、鉄道局では R 型と命名された。イギリス人の、親とい外国人が牛耳っていた、当時の関節鉄道にあって、薄い峠のアプト式鉄道機関車を、ドイツ製に頼らねばならなかったことは、まさに屈辱であり、 本形式の使用書は、その使用結果に基づいて作成された。よく言えば、S リンゲンの端緒を改善したものであるが、裏を返せば、ドイツ製鋭の当て付けであった。本形式の車軸配置は、先は1軸を追加した2から6から0型で、AD 型と同様に同輪用のシリンダの他に、ピニオン駆動用のシリンダを持つ4シリンダ式で、ピニオン駆動用シリンダを、大枠内側に収めるため、 大枠を車輪の外側に配する外側大枠式である。AD 型でピニオン駆動用シリンダで蒸気を乱皮して運転に難重した経験からピニオン駆動用シリンダの直径を縮小しボイラーの容量を増加している。ピニオン軸を収める部分は主大枠の一部を挟んでおり、第1、第2同軸によって支持されている。また、 使用区間には二十六本ものトンネルがあり、売炎により非常な苦難を乗務員に強いたため、本形式では煙突を T 字型として、前後、上方に肺炎方向を任意に切り替えられるようにし、トンネル内では肺炎を機関車の後方に導くように意図された。これは、フランシス・ヘンリー・トレビシックが考案したものであったが、使用成績が良くなく、後に更新運転を定義として、 この特徴的な T 字形煙突も撤去された。さらに、本形式では煙突直下で排気すると肺炎を吸引するため、コンデンシング装置を備えて気流の調整を図った。この方式は初期のロンドン地下鉄で採用されたものと同様の方式であったが、急勾配でパワーを必要とする本形式では、ドラフト効果が十分に得られず、ボイラーの燃焼が阻害されることがわかり、 戦術の T 字形煙突と共に撤去された。本形式では、水と石炭の積載量が大幅に増加され、側水槽の背が高くなった上に、煙室前板まで延長され、側面からはボイラーを見ることはできない。上品さを胸とする、イギリス製蒸気機関車ではあるが、さすがに使用条件の厳しさにはかなわず、上品さはうぜ、いかつい外観となっている。 ピニオンへの動力伝達方式も変更され、AD 型では2軸のピニオンへ直接ロットで動力を伝達する方式であったが、本形式では一旦中間軸にロットで動力を伝達し、2軸のピニオンへは歯車で動力を伝達する方式となった。これにより、バンドブレーキの作用方式も変更されている。1898年の鉄道産業局への改組に際しては、 C2 型とされ、504、505に改版された。さらに1909年には、私鉄の国有化を受けて発足した、鉄道員の車両形式称号規定が実施され、3920型に改められた。この頃には、売園対策から燃料を重油に切り替えており、重油タンクが設置されていたが、た形式が、ボイラー状に、箱型のものを取り付けていたのに対し、 本形式では左側の側水槽上の後部に細長いものを乗せていた。これは T 字形煙突の撤去より先に重油燃料への切り替え試験が実施されたためと推定されている。しかし、これをもってしても決定的な倍煙対策とはなり得ず、結局1912年に薄い陶区間は電化されることとなった。本形式はその後も残ったが、 1917年8月に廃車された。3921は、その後も解体されずに、田町に放置されていたようで、1923年の関東大震災で被災し、破損したという記録が残っている。廃棄管を水タンクに導いて水面に吹きつけ、離れたところに廃棄口を設け底から廃棄する、方式で、複水装置とは関係がない。 ありがとうございます。